おお、ついたぞ。これはパソコンの電源ボタンです。実に不思議だな。それからこの絵のところをこうやって押せばビデオチャットができます。今やってみますか。おお、このボタンは電源で、この絵のところがビデオチャットだな。あら、すごいわ。今ベティに電話してみますか。ああ、そうだな。待てよ、向こうは真夜中だからもう寝てるだろう。またにしよう。じゃあ電源を切りますね。切る方法は電源マークに矢印を合わせて押せばいいんです。じゃあやってみてください。矢印をこのマークに合わせて押して、あ、簡単だ。だけど一つ気をつけてください。このパソコンは外国で作ったものなので、プラグを必ずこの機械に通してくださいね。ここが電源ボタンで、あれ、うん、どうした。おっと、しまった。これじゃつかないな。はい、った、やった。うん、あれあれ、どうしたんだ。うん、あれを使わなきゃいけなかった。抜かないと。しまった、熱いな。火事だ。きっとウィルさんはビデオチャットしてる頃だね。うん、ベティとは随分会ってないからきっと楽しんでると思う。あ、ん、こちらレスキューチームです。あら、ウィルさん、ベティとはゆっくり喋れた。ジン、大変なんだ。店が火事になった。火事って、ついうっかりプラグの差し方を間違えてしまって。ウィルさん、お店の中は危ないわ。すぐ外に出て、レスキューチームが出動するわ。ひとまず安全なところに避難してください。アンバ、ビールさんを頼む。了解。ヘリー、現場にロープを張って、ロイは僕と火を消すんだ。了解。ウィルさん、ロイがちゃんと火を消してくれるわ。行きましょう。ああ、そうだな。さあ、なんてこった、パソコンが。ポリー、まずブレーカーを探そう。うん。あった。オッケー、ロイ。よし。わしのパソコンが。なんてこった。幸い火はすぐに消し止められましたけど、パソコンはダメになってしまいました。わしはとんでもないことをしてしまった。ベティに何で謝ればいい。気を落とさないでください。ウィルさんは無事だったんです。ベティも分かってくれますよ。そうです、ウィルさん、元気出して。元気出して。ありがとう。だがな、ベティがわしにとても会いたがっとるんじゃ。あ、ウィルさん、ベティには写真を送ったらどうですか。写真？ええ、ウィルさんが元気だって知らせるんです。写真があればいつでもウィルさんの顔が見られるから。スプーキーのやつまた来ないだろうな。あげるのはもったいないからな。聞いてよ
ウィルさんが今日ひどいんだよ。そんなの大したことないよ。捨てるって言っていただいては売れないんだから。自分勝手だよ。意地悪でケチンボだ。そうだそうだ。なんだと？ウィルさん、わしが意地悪でケチンボだと？自分のものを自分で使って何が悪い？ウィルさんが怒ってる。早く行こう。うわふん、6つ、7つ。今度は何だ？おや？なんだこれは？ああ、屋根から落ちたのか。すぐに修理をしないとな。待てよ。屋根に登るには誰かにはしごを借りんとな。誰に借りよう。なのせ、今日も明日も当たっても使うんだからな。自分のものを自分で使って何が悪い。こんなことになるならあんなに怒るんじゃなかった。だがまあ仕方ない。あそこか。よっくらちょっと。思っていたより高いな。気をつけないと。びっくりした。待っててください。すぐに助けますから。ヘリー、ウィルさんを煙突から出してあげて。了解。ロイははしごを用意してくれ。アンバーはエアマットの準備だ。了解。ありがとう。どういたしまして。ロイ、はしごが屋根に届いたよ。よし。ウィルさん、ゆっくりここに足を乗せてください。ああ、高いな。下を見ると怖いから前だけ見ていてください。ああ、わかった。いいですよ。いいよ、ロイ。よし、じゃあはしごを下ろすぞ。大丈夫です、ウィルさん。もうすぐ着きますから。怪我がなくてよかったです。ありがとう。ところで、なぜ煙突を登ったりしたんですか？それが、屋根の修理をしたかったんだが、はしごがなくってね。はしごを借りるあてもなかったもんで。ウィルさん！お前たち、何の用だ？ウィルさんが煙突にはまったって聞いて心配で。怪我はしませんでしたか？わしは大丈夫だ。みんな、ありがとう。みんなに悪いことをしてしまったな。さっきは本当にすまなかった。とんでもない。ウィルさんが無事でよかった。
おどど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 どつないで。了解。ロイはクレーンの準備を。お、アンバーは僕とスクール B を引っ張って。了解。急ごう。来ないで。崩れず。分かった。ホリー準備完了。アンバー準備完了。ロイ準備完了。よし、ヘリークレーンをスクール B につないで。了解。大丈夫、スクール B。 うまくいくから。本当だね。もちろん。行くぞ、ロイ。やっ、いいぞ、スクール B が上がってる。ロイ、もう少し引っ張って。なあ、任せとけ。落ち着いて、スカルビー。絶対助けてあげるから。落ち着くなんて無理だよ。だって本当に怖いんだもん。スカルビー、まだタイヤを動かしちゃダメだ。助けて。スカルビー、ダメだ。動いたらみんなが危ない。僕らを信じて。分かった。ロイ、もう一回頼む。よし。オッケー、ポリー、タイヤが持ち上がったよ。よし、スクールビー、ゆっくりタイヤを動かして。さあさあ、みんな乗ってね。安全運転で行くからね。さあ、それじゃ出発。あ、スクール B。 待っててくれたんだね。さあ乗って、兄。分かった。よいしょ。さあ、それじゃフクロウの谷に出発。出発。着いたよ、アニ。気をつけて降りて。うわぁ、綺麗。気に入ると思った。ここに来たことのある子は少ないと思うよ。うん、本当に綺麗。あ、あれ見て、ママが好きなお花。な、どこ？スクービー、待ってて。あ、危ない、兄、戻ってきて。大丈夫、ちょっとお花を摘むだけ。よいしょ。兄、危ない。
もうすぐだから。どれだ。あ、ああ、私はここよ。アニー、動かないで待っててね。すぐレスキューチームを呼ぶから。こちらレスキューチームです。ジン、大変だよ。アニーが崖から落っこちちゃったんだよ。え、大丈夫。スクールビー、レスキューチームが出動すれば。先に行ってアニーの様子を見てきて。了解。アニー、あ、あそこだ。アニー、エリー、大丈夫？うん、待っててね。もうすぐみんなが来るから。来た。ボリー、アニーがその下にいるんだ。大丈夫だよ。僕たちがアニーをちゃんと助けるから。アンバー、救助バスケットを頼む。ロイはクレーンを準備して。了解。できたわ、ボリー。うん、ロイ、ゆっくりバスケットを下ろして。ああ、了解。気をつけて乗って。大丈夫さ、怖くないからね。そうよ、アニー、ゆっくりでいいよ。わあ、頑張ったね、アニー。頑張ったね、アニー。よかった。小さかったのにもう1年生か。時間が経つの早いな。入学の記念にプレゼントをしたいけど何がいいかな。あ、綺麗なお花にする。それとも。ありがとう、ポスティ。どういたしまして。可愛いカードにする。わあ、本当に本当に困っちゃうな。うわ、可愛い風船だ。決めた、プレゼントは風船にしようっと。あのおじさん、僕風船が欲しいんですけど。どれがいいか。さ、全部で5個あったよ。うわ、僕5個欲しかったんです。本当に嬉しいな。ここに結ぶから気をつけて持って帰るんだよ。ふわふわと飛んでいっちゃうからね。うわ、僕も風船みたいにふわふわしちゃうな。それに考えた通りうまくいけば。あ、アクション。ああ、風船が。ダメ、行かないで。僕の風船。どよ。成功だ。
どこ行っちゃったの？ん？あ、もう困った子ね。リンゴのふりをしてもあなたは風船よ。よいしょ。成功。うん。お、見つけた。ああ、タイヤが。ウィールさん、ごめんなさい。すぐに片付けます。俺が先に見つけたから俺のだ。俺はさっきから見てたぞ、だから俺のだ。みんな、どうしたの？その風船は持ち主がいるんだ。悪いけど僕がもらってくよ。持ち主がいる？それじゃあしょうがないな。風船なんか欲しくなかったからいいよ。俺も、俺も。ん？うわっ！捕まえた！間に合ってよかった。だけど、あともう一個足りないんだよ。トビーの風船だったのに、トビーにあげるプレゼントがないよ。どうしようか。もう1時だ。もうすぐ学校が終わる時間だよ。困った困った、どうしたらいいんだよ。スクールビー。あ、みんな、あれを見て。あの風船は、あれだ。どうしよう。任せてスクールビー、僕が取ってくる。やったね、ヘリー。やっほー、ヘリーが風船を助けた。万歳万歳。風船だ。スクールビー、どうもありがとう。僕からみんなへの入学のお祝いさ、本当におめでとう。やあ、スプーキー。やあ、ポリー。ちょうど退屈してたんだ。ねえ、僕と一緒に遊んでくれない？まいったな。これから体を洗いに行くんだよ。ところで、これは何の匂い？うわっ！スプーキー、君の体すごい匂いがしてるよ。実はね、体を洗わない記録に挑戦中。こっそりポリーにだけ教えちゃうけど、もう1ヶ月も洗ってないんだよ。1ヶ月も？うん、スプーキー、今すぐ僕と一緒に洗車場に行こう。それはダメだよ。あと1日で新記録になるんだ。スプーキー。君もやってみなよ、面白いよ。僕はやめておくよ。そう？なら仕方ないけど、新記録は僕が作るんだ。それじゃあまたね。うわー、すんごくでっかいドロンコ風呂だ。今日はここで遊んじゃおうっと。やっほー、やったー。前が見えないな。なに？3、4。あとはどこ行った？怪物だ！よせ、出てこい！すぐに出てくるんだ！はい、こちらレスキューチームです。ジン、大変だ！怪物が出たんだよ。怪物ですって？怪物？Ugh!
わしは平気だが、あの怪物を何とかしてくれ。ここは危ないので、少し後ろに下がっていて。まず怪物の正体を突き止めなくちゃ。なんだかわからないって、一体なんだろう。うわ、これスプーキーじゃないか。スプーキーだって。ポリー、急がないと危ない。このままじゃ建物が崩れる。フン。スプーキー、君の周りの木をどけるよ。必ず助けるから動かないでじっとしててくれ。よし、十分注意して木材を取り除こう。了解。スプーキー、どうしてこんなことに？うわあ、アンバー、すごくすごく怖かったんだよ。もう大丈夫よ、スプーキー。スプーキー、さあここから出よう。自分で動けるかい？うん、うん、あ、ごめんポリー、変だな、全然動けない。よし、僕が手を貸そう。何かが引っかかってるみたいだ。早く出ないと、もう崩れちゃいそうだよ。出るよ、出るってば。落ち着いてスプーキー、君を置いてはいかないから。あ、怖い、怖いよ。ポリ、スプーキーの右のタイヤだ。へん。これだ。よし、動かそう。行くぞロイ。ああ。レスキューチームによる点検は今日で終わりです。まだ点検を受けていない車は早めに来てください。またな。それじゃあまたね。スプーキー、後ろから黒い煙が出とるぞ。これじゃ息ができんよ。白い煙じゃ普通だからつまんないよ。黒い方が変わってて面白いでしょ。スプーキーのやつ、なんてこと。アホ、みんな待って、一緒に遊ぼうよ。あ、もう一緒に遊びたかったのに。なにこれ。わあ、スプーキー、もうどこに行ってたの。2時間10分13秒も遅れて。ごめんね、ポスティ。ねえ聞いてよ、鼻から白い煙が出たんだ。ふざけてる場合じゃないってば、今日は荷物がいっぱいあるんだから。ふざけてないよ、ほら見てて。あれ、おかしいな、さっきまで出てたのに。スプーキー、配達が終わったら一緒に遊ぼう。今は忙しいんだ、充電スタンドに連れてってよ。うん、わかった。あれ、スプーキー、鼻が赤いよ。トナカイみたいだ。うわー、うわ、うわ、どうしたんだ。うわー、うわ、熱い、うわー。火事だって。うわぁ、どうしよう、これから配達する大事な荷物が燃えちゃう。どうしよう。ありがとう、キャップ。どういたしまして。郵便局が火事だ。うわ、故障したみたいなの。いきなりスプーキーから火が出たんですって。
その火が柵に燃え移ってどんどん大きくなってるのよ。大きな火事になる前に何とかしなくちゃ。どうすればいいの。もし荷物が全部燃えちゃったら僕はもうおしまいだよ。ちゃんと点検を受ければよかった。全部僕のせいだ。レスキューチーム早く来ないかな。来た。大丈夫、安心して。ロイ、ああ任せて。アンバー、2人を安全なところへ。うん。ヘリー、荷物を頼む。了解。風で火が広がってるんだ。さあ、ロイを手伝おう。消火器を持ってくれ。やった、火が消えたぞ。わあ、火が消えたよ。ほっとした。